疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ちょっとお願いがありまして、はい、前回大好評やった個展をちょっとやりたいなっていうのがありまして、はい、もうポスターもあるんですけど、はい、はい、タイトルも時間も場所も全部決まってるんですけど、場所はここ？はい、そうです。あ、ここですか？あ、そうですそうです。またここですか？そうです。もう決まってるんですか？そうですね、もう決まりまして。あ、決まってるんですね。はい。え、それ決まってるんですよね。そうですね、日もゴールデンウィーク、日もゴールデンウィーク、はい、はい、ゴールデンウィークですね。完全にそうですね、はい、ちょっと旅行とか行かれる予定でした？いや、全然。あ、じゃあ書き入れ時ですね。そうですそうです、はい、まあまあまあ、でもまあそうです、はい、まあ、分かりました。はい、はい、1日ずつ3部で。そうです、そうです、合計6部。6部。はい、ちょっと。で、タイトルももう、はい、岡田の春だし、はい、酸っぱいスシャルジェネレーションっていう、ね、はい。前回、ラブスパイシーンやったんですけども、はい、今回もちょっと、こういったタイトルで、ちょっと、はい、もう、すいません。はい、ちょっと、これをね、すいません。はい、こう告知として、はい、告知、告知のね、はい、あ、いいわ、すごいいい、はい、すごい、これにて決定ということで、はい、はい、大丈夫です、はい、わかりました、はい、はい、はい、で、で今回フォトいっぱい撮ったんで、はい、その、まあ、個展ということで、はいはいはい、ちょっとやりたいなと思って、こういう、はい、食の個展みたいな。綺麗ですね。あ、ありがとうございます。これが冬の接吻っていう、はい、タイトルなんです、はい、ちょっと大根おろしの方を、はい、雪に見立てて、あ、なるほど、はい、はい、で、こう、まあ、唇と唇が重なり合ってるみたいな、はい、こういう感じですね。はい、まあ、また額縁とかに入れていただいて、はい、全然僕が帰った後にちょっと、はい、そちらをお願いします。あ、俺が、はい、額縁、額縁に、はいはい、あ、はい、はい、はい、他にも作品あるんで、はい、これがネオン街で抱かれて、はい、ネオン街をイメージして、なるほど、はい、こうキラキラ光ってる、はい、たくあんとトピッコ。これ中は何ですか？これネギトロですね。ネギトロ、トロタクみたいな感じ。あ、なるほど、はい、すげえおしゃれ。あ、ありがとうございます。で、これが過ちダイアリーですね。はい、月と太陽みたいな感じで、一日、はい、ベッドの上でこう、はい、過ちみたいな感じで、こう、で、これが恋愛侍ですね。まあ、侍の刀にも見えるし、はい、ちょんまげにも見えるという、これ、利益を使って、はい、こういった作品を合計20枚ぐらい貼りますので、この、はい、お店中に2日間ですけど、よろしくお願いします。はい、はい、僕がフォト撮った分、お客さんも岡田とのフォトを必ず撮りたいと思うんで、はい、ちょっとここでなんかちょっと書いたんですけど、はい、前ちょっとね、すごいなんか書いてくださいみたいになってたんで、平沢さんが書いたんですけど、言いましたもん。いや、なんかなってた、あ、なってました、なってた、なってた、今回も、はい、ちょっとえなってる感じあるんで、はい、はい、こんな感じで、じゃあここでなんか、はい、記念にみたいな、はい、写真撮れるみたいな、なるほどですね、はい、はい、ちょっとまあ個展だけでもあれなんで、撮ったフォトの中からその料理も食べられるみたいな、はいはい、そういう風なイベントにしたいんで、はい、例えばこれ実際にここで食べられるみたいな、はい、感じにしたいんですけど、はい、ちょっともう一つお寿司みたいなの出したいなと思って、作り方だけ、作り方だけちょっとレクチャーする、はい、あ、わかりました、はいはいはい、わかりました、はい、ちょっと用意、あ、そうですね、はい、すいません、用意して、はい、はい、
ありがとうございます。言ったものを用意していただいて、いやいや、はい、ローストビーフのお寿司を出したいなと思いますので、はい、ちょっとね、ローストビーフ、これえあれこれ、あれこれ本当に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 サーモンか、甘エビだったらどうしよう、マグロだったらどうしよう、お寿司握ります。はい、はい、ローストビーフ、はい、ね、お寿司握りたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、シャリも、はい、用意していただいて、で、これちょっと、あれ何これ、ちょ、ほん、え、これあれ、本当に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 サーモンか、ビリヤニだったらどうしよう、スンブブだったらどう、スンブブ寿司握ります。はい、はい、あのローストビーフの寿司、はい、握っていきます。はい、うまい。はい、ありがとうございます。あ、すごい。こんな感じで。はい。はい。はい。岡田のだし醤油。はい。オリジナルの。はい。だし醤油。はい。で、これやな。これお好みで、オリジナルのビーフユーティリティスパイス、通称 BU、 はい、これをちょっといい感じ、これもちょっとほっとっとこうかな、はい、こちらタイトルは、はい、よだかれ、はい、ちょっといただきます、はい、あれ待って、え、あ、あれこれ、本当に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 サーモンか、街路樹だったらどうしよう、写像だったらどうすれば、寿司触りますということで、お寿司、はい、ちょっといただきます、はい、ちょっと僕お箸使わず手で食べるタイプなんで、はい、すいません、はい、うん、いや、これベリーうまーばー、よかったです。いや、めちゃくちゃ美味しいです。ローストビーフめっちゃうまいですね。あ、よかったです、ありがとうございます、ね、これほんま、ビーフの愛のうままに、我がうままに、僕は美味だけを傷つけないやね。愛のうままにわがままに、僕は美味だけを傷つけない、太陽が凍りついても、僕と美味だけを言えないで。いやな、もう確実に、はい、そうですね、いや素晴らしいです、ほんまに、いや、ありがとうございます。いや、こちらこそ、ありがとうございます。ちょっと絶対にちょっと補填を、はいはい、成功させましょう。わかりました、はいはい、じゃあこのレシピでお願いします。わかりました、はい、はい、5月4日と5月5日お願いします。わかりました、お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お願いします。